ジュピターの骨格標本ジュピターズオージュピターは、大分県大分市高崎山の高崎山、自然動物園の日本ザルで、英軍の初代アルファオス。霊長類学者で、高崎山の日本ザルの調査を行った京都大学、教授の伊谷淳一郎が、ローマ神話の主神ジュピターから名付けた。ボスザルという呼称を、日本で最初に使ったのは、高崎山であるとされるが、1950年代に、 行われた生態調査で約160頭の群れを率いていることが確認され、日本で初めてボスザルと呼ばれたのがジュピターであった。アルファオスとしての在任期間は1952年から1961年までの8年2ヶ月で歴代4位。アルファオスとして耳なしと呼ばれる離れザルと激しい対立を繰り広げたとされる。 1961年1月18日に死体が発見され死亡が確認された。1962年には開園10周年を記念して大分県出身の彫刻家朝倉文夫によってジュピター像が制作され高崎山自然動物園内に設置されている。ジュピターはその死後に骨格標本とされたが当時の高崎山には展示施設がなかったため、 愛知県犬山市の日本モンキーセンターで43年に渡り展示されてきた。しかし、2004年4月に高崎山自然動物園に展示施設、高崎山を猿る館が開館したことから返還され、同年7月から同館で展示されることになった。返還にあたっては、日本モンキーセンター及び高崎山の両方で式典が催された。ありがとうございます。